ヒーローズウルトラゴッドミッション7弾闇の来襲。我は暗黒王ドミグラ。貴様らに限界を超えた力を授けよう。あの男、なんてことをしてくれた。悪の心を持つ者の乱入により、国威の戦士と力を合わせて立ち向かう。さあ君もこの戦いに参戦しよう。最大7枚、君だけのドリームチームを組んで戦え。火祭りにあげてやる。画面とカードが連動、戦略を練って攻撃を仕掛けろ。チャージインパクトに勝利して大ダメージを与えよう。新バトルシステム、超タイムブレイクバトル。なんでこんなところに大猿が。時の力を解放したアイオスに強いられる極限のバトル。時の鍵のレベルを上げて封印解除。大猿の攻撃によりバトルが優位に。魔強化された魔人たちが新たな力を携えて集結。お見せしましょう。参ります。カードを回してゲート解放。敵の攻撃を吸収。集めたパワーでド派手な一撃を打ち返せ。アイオスと時の海王神もラインナップに入ったキャンペーンカードが全8種。さらに終焉の時だ。暗黒王ドミグラだけが持つより強力なアビリティ、ダークリフレクトも登場。正義の心を持つ者対悪の心を持つ者、時空を超えた戦い。時の海王神編、闇の来襲。戦闘民族ブロリーの奇跡編。ブロリーが登場する映画をブロリー視点で追体験。ブロリーの怒りを体感しよう。ブロリー VS サイヤ人、最強戦士たちの戦いが始まる。バトルに勝って怒りゲージを貯めてミッション解放。ボーナスもあるぞ。ブロリー撃破リバイバルキャンペーン。ブロリーと激戦を繰り広げた戦士が集結。ブロリーが敵にいると発動する共通のアビリティを持っているぞ。2枚のカードの絵柄がつながる。かっこいいキャンペーンカードが全8種。熱き戦いの歴史が蘇る。最強の戦士ブロリーの軌跡をたどれ。期間限定配信ミッション、奴らの正体を見抜け。君も南部変身幼稚園に入園したいの？僕たちの変身を見破ることができれば入園してもいいよ。ロックオンアビリティを持つ悟空が仲間に。ロックオンでウーロンの変化を見破れ。見つけたぞ。あのビルスなんか変だぞ。たまにプーアルが出現することも。奴らの変化を見破ってポイントを貯めて入園してボーナスをもらおう。君にも2人の変化を見破ることができるかな。オンラインバトルロビー、挑めバトルマスターへの道。日によって遊べるバトルシステムが変わるイベントを開催。いろんなバトルシステムで全国のライバルとバトルだ。バトルに勝ってスタンプをゲット。コンプリートしてルーレットを回そう。勝利メダルがたくさんもらえるぞ。目指せバトルマスター。ウルトラゴッドミッション7弾のカードも超豪華。シークレットカード3種に大人気ドラマティックアートカードもあるぞ。時を制する者がバトルを制する。君もこの戦いに乗り遅れるな。スーパードラゴンボールヒーローズウルトラゴッドミッション7弾3月9日稼働予定。10日間限定
経験値ボーナス7倍。始めるなら今だ。スーパードラゴンボール7個が必ずもらえる。スーパーシェンロンを呼び出していきなり兆しにクラスアップ。さらにレベルブーストで最強戦士の仲間入りだ。シューク新学期春休みキャンペーン、ウルトラゴッドミッション7段プレイボーナス、遊べば遊ぶほどボーナスをもらえる大チャンス。さらにアプリゲットルーレットも、ルーレットを回して豪華アプリを手に入れよう。オンラインバトルロビーでは勝利メダル増量キャンペーンも。たくさん遊んで大量のメダルをゲットしよう。